美術館大好きな私がやってきたのは、蓮台寺駅から車でおよそ12分、山あいに佇む上原美術館。仏教館と近代館、2つの美術館があり、東洋西洋のジャンルを超えた美術品を収蔵しています。仏教館では平安鎌倉時代から近現代の仏像や古写経など幅広い仏教美術を収蔵しています。9月23日まで上原コレクション名品展都の祈り伊豆の祈りを開催しています。仏教美術の多様で豊かな祈りの造形をじっくり鑑賞しました。近代館では印象派やマティス、ピカソ、安井宗太郎、津田邦太郎などの収蔵コレクションを中心に定期的に企画展が行われています。学芸員の土屋さんに解説をお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の企画展、はい、物の在りかについて教えてください、はい、皆さんよく見る静物画、まあ、画家たちがよく描くテーマではあるんですけど、この画家たちの眼差しが詰まったもう静物画についてちょっと皆さんにいろいろ知っていただきたいなと思って企画しております、はい、じゃあまず最初にセザンヌの作品を例にちょっとお話をさせていただきたいと思います、まあ、セザンヌは果物などをよく描いていた画家としても知られているんですけれども、まあ、この作品の魅力というかちょっと見ていただきたい点というのが、真正面から捉えて平面的なところなんですよね。机もその影も平面的、そうなんですよね。ペタッとしてます。そうなんです。で、右側にカーテンなんですけれども、ちょっと模様が入った、少しなんかリズミカルに模様を描いていますけど、それもなんか平面的、そして後ろの壁も平面的の中に壺の影が入っているんですね。で、こういった平面的にあえて描くことで、まあ、真正面から見るその壺のイメージとかそういうのをちょっと捉えているんですけれども、このモチーフを使って上から見た図とか横から見た図とかいろいろな図を、まあ、セザンヌは描いているんですけれども、まあ、そういった複雑な視点を取り合わせて今度は1枚の絵にしていくんですね。で、そういった複雑に視点が入っていくっていうのは、後にセザンヌを慕っていたピカソとかブラックなどのキュビスムとかにもつながっていくので、まあ、セザンヌがこういったものを見る見方を改革したということは、もう本当に後の近代絵画にとって非常に大きな一歩だったということが伺えます。このものを抽象的に捉える、そうなんです、その一歩がこの絵、そうなんですね。こちらの作品はアンリ・マティスの描いたテーマとバリエーションという作品の、まあ、一つのものなんですけれども、こちらは6点描いているものが、まあ、1グループになっているものなんですが、木炭とペンで描いている作品です。線画なんですね。そうなんです、まあ、マティスのいろいろな視点から見た様子というのがこちらでお分かりになるかなと思って、ちょっと今回は展示しています。これは花と花瓶ですか？そうなんです。タバコを入れる容器を花瓶に見立てて、そちらにお花とか葉っぱとか刺しているんですけれども、最初は葉っぱだけクローズアップして木炭で描いているんですが、まあ、ちょっと離れて机まで入っていたり、まあ、逆に机を抜かして花瓶と花だけにクローズアップしたりと、まあ、いろんな視点で描くことでイメージもかなり変わってきますよね。で、まあ、マティス的にはそういったちょっと実験と遊び心を混ぜたような、こういったテーマとバリエーションというシリーズで、まあ、マティス自身になったような気分にもなれて、もう本当にこんな風に見てるんだっていうところが面白いところですよね、うん、想像が広がります。それではセザンヌの影響を受けた日本人の一人に安井宗太郎がいるんですが、こちらはそのまさにセザンヌの影響を一心に受けていた若い頃の作品になります。安井宗太郎さんはどんな人だったんですか？はい、安井宗太郎は京都に生まれた方なんですけど、明治に生まれていまして、20代から
もうちょっとヨーロッパに憧れを持ちまして、渡仏しております。でフランスについて、まあ、何年間かお勉強するんですけれども、特に最初の頃はアカデミー・ジュリアンっていうその美術を学ぶ学校に入るんですけれども、そこの3年間ですでにデッサンの神様と今でも言われるんですけれども、本当にデッサンがすごくうまくて、まあ、世界のその国のトップの画家たちの卵が集まっている中で首席を取るぐらいで、写真よりも写実だったんじゃないかと言われていて、でそのアカデミージュリアンで学んだ3年の後に自由制作に入るんですけれど、そこの自由制作をするにあたって、まあ、フランスでいろいろな各地の、まあ、個展ですとか美術館で見たのがセザンヌだったんですね、はい、でセザンヌの絵を見た安井は本当に感動して、まあ、セザンヌの作品すごいって思ってしまって、もう目も頭もセザンヌに浸されちゃうんですね。でこの作品もセザンヌのリンゴにちょっと似ているようなテイストかと思うんですが、はい、フランス留学中にセザンヌに下に浸って、はい、もうセザンヌ風にこうやって描いていたものですから、その後に日本に帰ってきた時に、まあ、セザンヌ風の作品から抜け出すのに非常に安井宗太郎は苦労するんですが、写実派からセザンヌっぽい画風になったんですよね。そうなんですよ、セザンヌ風になった自分をちょっと抜け出すのが大変になるんですが、まあ、これはセザンヌに浸っていた頃の作品になっています。でこちらは安井宗太郎晩年の作品になるんですが、まあ、安井宗太郎が日本に帰ってきて自分なりの絵を模索してたどり着いたのがこういった単調で、まあ、色彩豊かな安井様式と呼ばれる作品になるんですが、まあ、銀河セルタイというタイトルがついているんですけれども、普通タイって赤いじゃないですか。はい、赤いですよね。赤いタイじゃないということは、まあ、干物になっているタイということで、はい、もうちょっと彫刻のように干からびてしまって、うん、こういうような色になってしまったタイを描いているんですが、真上から捉えていて、でサインが下に入っているんですけれども、これが入っていることで縦型の作品ということが分かるんですけれども、で実はこのタイ干からびているだけではなくて、お正月の時にいただいたタイをデッサンをしようと思ってアトリエに持ち込みまして、あまりにタイが美しかったので赤いタイを1枚仕上げています。でその後に5月ぐらいまでずっとタイを描き続けて、時間をかけてそうなんです。でこういう銀化した、まあ、銀色のタイになって彫刻のようで本当に美しいという安井宗太郎ならではのものの見方、捉え方なんですけれども、まあ、描いている最中もご家族は腐ったタイの匂い大変だったそうで、まあ、そのぐらい静物画にかけるまあ、視線というか眼差しというのがすごく安井らしいというか、もう追求する視点というのが感じられる作品になっています。家族にとっては腐った魚でも、画家からは彫刻のような美しさがあったんですね。力強い作品です。こちらはちょっと古い画家なんですが、アルブレヒト・デューラーというドイツの1400年ぐらいに活躍されてた方なんですけれども、小さい絵なんですが、この中にいろいろな要素が詰まっていて、まず真ん中に文字を書いている男性がこのタイトルにあるヒエロニムスになります。でヒエロニムスは、まあ、聖職者であるんですけれども、彼の有名なエピソードにライオンの足に刺さったトゲを抜いてあげたというエピソードがあるんですけど、それでライオンが描かれています。まあ、友人関係として共に過ごしていたと言われていまして、こちらにライオンが描かれることで彼が、まあ、聖ヒエロニムスだということが、まあ、象徴されているんですけど、こちらがですね、キリストが十字架にかけられている彫刻が置いてあるんです。その置物の先を目線を映すと今度は骸骨がありますが、こちらはアダムの骸骨と言われています。でそういったいろいろな意味があるものが絵の中に含まれているんですけれども、彼も、まあ、一人の人間であって人生の短さとか儚さみたいなのをちょっと象徴しているものがいろいろあるんですけれども、ろうそくですとか、あと砂時計、まあ、そういったものにもそういう限りがあるものですね。そうなんですね。終わりが見えてきてしまうものっていうのが人生の儚さみたいなのを静物画に込められるということで、まあ逆に儚いっていうところがより伝わってくるっていう、一つ一つのものに意味があって、それを知るとまた静物画の見方が変わってきますね。
作品が生まれた時代や背景、エピソードを知ると絵画の世界はさらに広がります。今日のいい伊豆見つけた、いかがでしたか。伊豆高原と蓮台寺を訪れ、たくさんの美しいものを見つけました。伊豆には大自然の作り出したダイナミックな地形と心に残る美しい風景があります。その景色を眺めながら自然の恵みを使った美しい料理を味わい、香りの高いお茶の楽しみを知りました。また伊豆の自然と地域を愛する人たちがいて、山あいの美術館で素晴らしい美術作品に出会いました。伊豆の旅は来るたびにいつもワクワクします。皆さんも伊豆の美に出会う旅をしてみませんか。